解説担当のゆっくりマリサだぜ。聞き役兼ツッコミ担当のゆっくり霊夢です。同じくゆっくりヨウムだにょん。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだ。ほうほう。なるほどだにょん。そして今回の作品はこれだ。草原推理文庫の黒いチューリップ翻訳、捜査コン、ださて、今回は東京草原社から刊行されている黒いチューリップ、だね。作者はアレクサンドル・デュマ。1850年出版だね。翻訳版は東京草原社から捜査コンさんの翻訳で1971年3月26日初版発行だね。おお、草原文庫版は結構字が小さいね。こんな感じ字がみっちり詰まって400ページくらいだからね。なので思っている以上に内容が濃いと思うよ。へえ。舞台はネーデルランドになるね。どこ？ベネルクス三国の一国だね。ベルギー、ネーデルランド、ルクセンブルクの三国だね。ああ、あそこか。はい。主な関係者と親族をいくつか説明するね。オラニエ・コーイ・レム三世。1650年11月14日生まれ1702年3月8日没、51歳。彼はオランダ総督となり、チャールズ二世の後にイングランド王になっているね。この作品ではちょい役だけどね。あらら。母親はメアリー、ヘンリエッタ、スチュアート。1631年11月4日生まれ1660年12月24日没、29歳。この人はチャールズ一世の娘だね。父親のチャールズ一世。1600年11月19日生まれ1649年1月30日没、48歳。この人は政教と革命で斬首されているね。このあたりは三銃士の続編20年後で詳しく描写されているね。そうなんだ。少し整理すると、こうなる。アンリ四世の娘がイギリスのチャールズ一世に嫁ぐ。チャールズ一世の娘の一人の子供としてオラニエ・コーイ・レム三世が生まれる。同息子の一人の娘がオラニエ・コーイ・レム三世に嫁ぐ。同じく息子のチャールズ二世がオラニエ・コーイ・レム三世に追われて退位する。ヨーロッパの王族は親戚だらけだからややこしいよ。整理されているかな？多分。次にド、ウィットの兄コルネイユ。青年不明1672年8月20日没。弟のジャン。1625年9月24日生まれ1672年8月20日没、46歳。ネーデルランドの前代表だが政策の失敗でイングランドとフランスの侵入を許したことから、民衆の怒りを買い解任される、だけでは済まなかったけど、ストーリーなんだけど実はすごくシンプルなんだよね。ほうほう。1672年8月20日のこと前政権の代表者であるド、ウィット兄弟が追放されることになった。彼らは重要な文書を名付け子のファン、ベルルに預けていた。彼は中身を知らずに名付け親から依頼されたものなので何も考えず預かっていた。しかし、見つかると彼の身に危険が及ぶと考えて、君は関係ない、文書は処分するように、というメモを送る。その後ド、ウィット兄弟はハーグを出ることができずに、民衆のリンチを受けて殺されてしまう。それも残酷な方法で。興味がある人は、ウィット兄弟の死体、で検索してください。とてもじゃないけど正気とは思えないよね。一応注意しておくと閲覧注意ね。今見たけど、気持ち悪いにょん。だよね。私はこれ文字で見た時に、ってなったよ。絵の方がむしろおとなしいと思った。そうなんだ。一方ベルル君は40万フロリンの遺産と近くの辞書から上がる収入が年1万フロリンあるため、趣味であるチューリップ栽培に精を出していた。質問。はい、ヨウム君。フロリンの単位がわかりません。はいはい。そうだね、お金の単位わからないとつまらないよね。1フロリンで10分の1ポンドなので1200円くらいかな。なので年収1200万円。遺産で4億8000万円。つまり働く必要がないってことだね。羨ましいにょん。寄付しなさいよ寄付、主に私に。そんな感じで、趣味で生きても問題ないということから、彼は誰も作ったことのない、黒いチューリップ、を作ろうとしていた。タイトル出たね。そして努力の末に黒いチューリップの元となる球根が3つできた。一方、イザーク、ボクステルというチューリップ栽培の隣人がいた。彼はベルル君が資産に明かせて優れたものを作っているのを見ていた。そしてついにベルル君が黒いチューリップを完成させそうという時に、ベルル君がド、ウィット兄弟の名付け子であるということに気づく。役人に届けることで彼を捕まえさせてから球根を手に入れようとする。ひどいやつだな。
その後ベルル君は捕まるが、その時球根は無事に持ち出すことができた。捕まったベルル君はド・ウィット兄弟と同じ牢に入れられる。牢獄の看守であるグリフユスからは嫌がらせを受けるが我慢する。その一方、娘のローザ、グリフユスは同情してくれたことから彼女に球根を託す。翌日あわや処刑という時になって恩赦として無期懲役となった。そしてあんなことやこんなことがあって無事黒いチューリップを咲かせて、賞金の10万フロリンを手に入れるまでのストーリーだね。10万フロリンって1億2000万円か。そうだね。完全凶悪のストーリーだと思う。そうなんだ。おすすめ度は？そうだね。数年に1回くらいかな、読むのは。たまに読みたくなるんだよね。へぇ。デュマの作品ってそういうのって多いと思う。変に中毒性があるというか。ということで今回も以上となります。本作は三銃士の続編の続編、ブラジュロンヌ子爵のダルタニャンの最後の戦いがこの時期だと思います。そう考えると作品のつながりを感じますね。この作品のアイテムであるチューリップですが、この少し前の時代には有名なチューリップバブルもありましたね。すでに終わっているので取り上げませんが、あの狂乱じみた感じもすごいですね。参考のために、球根1個2500フロリンとのことだ。1個300万円ですか。すごいもんね。本作はプラトニックな恋愛もあって読んでいてうずうずします。はわは。ぜひご一読ください。それでは本作の解説はこれで終わります。この本に巡り合うことであなたの生活が少しでも豊かになりますように。なりますように。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、またねー。